はい、こんにちは。即課塾の久保です、えー。今回ですね、令和新選組の山本太郎さん代表ですよね。まあ、この方が安倍元総理の国葬をやる必要がないというふうにお話してるんですけども、えー、そこに税金投入するなんてふざけた話っていうところが、まあ、ちょっと気になるところなんですよね。というのが、山本太郎さんっていうのは積極財政を進めているはずなんですよ。まあ、つまり、税金投入というよりも、 まあ今回の国葬もね、あのー、国際発行で賄われると思うんですよね。えー、もしくは国際発行でやるように、まあ、進言するべきかなと思うんですよ。で、そうするとね、えー、こういうふうな国の、まあ、な、行事とかお祭りとか、こういうのが行われると、まあ、それを受け承るのが民間事業者じゃないですか。つまり国葬するとね、まあ、空港とか、ホテルとか、世界中から人が来るわけですから、 あまあ、いろんなね国葬して感情的にいい悪いはあるかもしれませんけども間違いなく経済的にはプラスになるんじゃないかなと思う時にこういう時にねやっぱり安倍元総理の国葬にしてもその他の人の国葬にしてもどんどんやった方が山本太郎さんらしい発言にはなると思うんですけども何でこういう肝心な時っていうかね ポイントの時にこんなおかしなことを言うんだろうなというところですよね。まあとにかく国がいろんな事業をどん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 やって民間にお金を流す。まあ給付金じゃなくてもね、あの仕事みたいなことを仕事の振りでもいいんですよ。まあそうすることによって、えー、国が民間にどん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 通貨発行していって、例えば国葬ともなるとね、今ちょっと交通とか宿泊のこと言いましたけども、来賓の方がまあ こう東京を見物したりね、地方に行く可能性もあるし、長期滞在して、えー、他の閣僚さんと何かね、懇談をするかもしれないし、えー、家族を連れてくるかもしれないとか、いろいろ思うと、世界中のね、百数十カ国が安倍総理の国葬に来たいというふうに表現してるわけですから、これ、国益にかなりなるんじゃないかなと思うんですよ。しかも、世界中の国がね、惜しげもない国費で来てくれるわけですよ。つまり、日本に買い物に来てくれるわけでしょ 今までにない爆買いだと思うんですけどもね。なんでこういうのに反対するんですかね。やっぱ感情的に気に入らないからですかね。<laughs> また国葬っていうのはお葬式っていうふうに捉えられる人がいますけども、それは間違いで、安倍総理のお葬式はもう終わってますからね。国葬っていうのは、世界中の人がご挨拶をする場所を何とか設けてくれませんかっていうふうにお願いがあったから、じゃあ、安倍総理のお別れをする、そういった行事をしましょうかってことなんで、言ってみればですね、 安国に参拝するのとお、まあ内容は違いますけども、形としては一緒なんですよ。ね、日本のお亡くなりになった方を、まあお再選をあげるのかどうかわかりませんけども、あ公電もね、出るでしょうしね。えー、とにかく日本にお金を使いに来て。で、そうするとね、どんな人が来たのかってことがわかるじゃないですか。どんな人が来るかによって、安倍総理や日本の核が問われるってもんですよね。まあそして、それによってメディアも盛り上がるし、私たちユーチューバーもネタが増えるし、 で、山本太郎さんも演説することがいっぱいあって、上げ足取るネタがたくさん増えるわけですから、嬉しいことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、とにかくね、国葬っていうのは国際発行でもあかれて、その国葬を取り仕切る警備ですとか、あ事業者あ、それからお花もかなり売れるわけでしょ菊の花だけで2000万円とか言うじゃないですか。2000万円っていうのは日本の業者から買うわけですから、万々歳じゃないですか。この景気の悪い時に起爆剤になるような気がするんですけども、山本太郎さんは、 日本の景気回復にはどうもあまり気が乗り気じゃないということなんですかね？それともどんなことにお金が使われるのかによっては財政出動はオッケーだけども、内容によっては財政出動を認めないみたいな、まあ、自分の個人的感情を政策に反映するような人になりたかったんですかね。ということで、今回は山本太郎さん見損なったぜということでお届けしようかと思いました。それでは失礼します。